はい、皆さんおはようございます。いつも MMDD じゃなくて無駄なしまがない道場ご視聴誠にありがとうございます。今日すげえ店暇で一人しか来なかったんで、とりあえず9時に閉めて、こう福順来ちゃいました。もうやってらんないね。もう飲んじゃうからこれからね。早く来ないかな。つける攻めでしてペイよし。はい、野菜サラダ来ました。ベビーコーン、アスパラ、何だこれ。すいません、チーズ春巻きでした。いただきます。軽めで最高です。はい、よだれ豆腐来ました。こちでーす。はい、中で野菜サラダ来ました。これうまいよ、よだれ豆腐、よだれやっこ、よだれ豆腐。いただきます。やっぱ自分のところのハッピータイムでさ、最近全然野菜食ってないから、なんかうまいね、野菜はね。弱っちゃうね。いただきます。あとは、で、揚げ餃子来ました。いただきましょう。これはビール進んじゃうね、これね。よし、ということで72杯目来ました。お疲れ様です。よし、はい、ということでエビとカシューナッツイターミーですね、来ました。いただきましょう。人参っぽいのはすごい怖いんですけど、大丈夫ですかこれ。人参ですかね、やっぱこれ。いただきます。体にはいいだろうけど、人参かこれ。人参だね。エビ、カシューナッツ、カシューねえな。一応で生中何枚目か分かりません。よーし、いいお疲れさまでした。一応で五目焼きそば来ました。肩焼きではないです今日は。まあパないね。これビールなんで、おっす、やばいから。いただきましょう。エビからいきますか。いただきます。おいしい、好きな味付け。好きな漬け、発泡したって、発泡性的な、美味しい。はい、こんなね。何杯目だか分かりません。いただきます。これうまいね。五目あんかけ焼きそば、最高っす。五目より7品目ぐらい入ってるよ。いただきます。おいしい。最高。レタスチーン来ました。これ食って帰ります。相変わらずパないね、やばいから。まあそうです。はい、どうぞ。全部食べました。うわ、もう腹パンです。帰ります。じゃあね、おやすみペロッピー。